私はパニコ、35歳、専業主婦で夫と小学1年生の娘のパニミと暮らしています。私たちはとても仲良しな家族でね、楽しい毎日を過ごしていました。ところがある日のパニミの授業参観の後、とっても最悪な人物とつながりを持つことになってしまったんです。ママ、私が読んだ作文どうだった？素晴らしかったわ。相対性理論と量子論についてかなりわかりやすく説明されててすごかったわよ。パニミは小学1年生とは思えないくらい賢くて大人びた子です。まあ賢すぎて周りがついてこれないこともしばしば。でもね、元気にすくすくと育ってくれれば母として幸せかな。パニミちゃん、ん？この子パニミの隣の席の男の子だ。あ、ひなたくん。パニミちゃんはやっぱりすごいよ。さっきの作文僕しびれちゃった。今教室の後ろに展示されてる僕が図工の時間に作った模型、先生に返してもらったらパニミちゃんにあげる。金賞を取った僕の大事な宝物の模型だよ。その時に改めて僕パニミちゃんにプロポーズするから。プロポーズ？最近の小学生はおませさんね。ひなたくん、私たちまだ小学1年生よ。その件については大人になってから改めて考えましょう。結婚は私たち子供が思っているよりもっと重大なことなんだから。わかった。でも絶対にあの模型はプレゼントするからね。ひなた、迎えに来たわよ。おや、この人ひなたくんのママなのね。あれ、でも授業中はいなかったような。とりあえず挨拶しておこった。はじめまして、ひなたくんの隣の席のパニミの母でパニコです。私はつぐみ、つぐみです。 PTA 会長よ。そう、 PTA 会長なんですの。え、会長さん、すごい。でしょでしょ、今も PTA 会長としてわざ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 先生たちに挨拶してきましたの。それに私、超名門大学を、超有名大学を卒業していましてね。え、へー、2回行ったってことは大事なことなのかしらね。夫には必要性を感じなくなって去年離婚したんですけど、私大企業に勤めておりますの。大企業に。すごいでしょ。すごいわよね。あ、はあ、それはそれは。あ、そうだ、パニコさん、よかったら PTA に入りません？え、PTA に？パニミちゃん、とても賢いってさっき他のママさんたちが言っていたわよ。作文、相対性理論について書いたんだとか。あなたなら PTA の仕事なんてちょっちゃいなっちゃいよ。これ私の名刺、 PTA をやる気になったら連絡してみてくださいな。では私は育児に家事に仕事に忙しいので。あー、忙しい忙しい。つぐみは私に名刺を渡すと、ひなたくんを連れてさっさと帰っていきました。PTA か、気が進まないんだけど。その夜、うちに私の両親が来ました。みんなでご飯を食べる約束をしていたんです。で、両親に PTA に誘われたことを話すと、やってみるのもいいかもしれないね。何でも経験したんね。そういや母ちゃん、パニコが小学生だった時 PTA 会長をやってたもんな。切れ者のパニコが PTA に入ったらみんな大助かりや。両親がそう言ったし、私は PTA に入ることにしたんです。そして早速数日後に開かれた PTA の会議に参加したんですが、皆さん、こちら新しく PTA に入ったパニコさんです。よろしくお願いします。なんか PTA 会員の皆さん空気が悪いな。つぐみさんを見ながら皆さんどことなく呆れたような顔してるし。ではいつもの行きますよ。 PTA の P はペアレントの P。
つぐみさんがそう言うと、他のママさんたちがけだるそうに、PTA の P はペアレントの P と揃って言いました。え？何これ？ PTA の会議ってこんな軍隊みたいな感じなわけ？私が口をあんぐり開けて固まっていると、パニコさん、ちゃんと復唱して、 PTA の P はペアレントの P。 はい、 PTA の P はペアレントの P。 PTA の T はティーチャーの T。 PTA の T はティーチャーの T。 声に張りがない。 PTA の A はアソシエーションの A。 PTA の A はアソシエーションの A。 バニコさん、あなたアソシエーションの発音が悪いわね。どこの大学卒？私、高卒ですけど。高卒？あ、娘さんが博識だから高学歴なんじゃないの？がっかり。この人たちも高卒か三流大学出身だから、一人くらい私の仲間が欲しいと思ってパニコさんに声をかけたのに。え？はい？あら、そうなの。まあいいわ、人手が足りないし。でも低学歴な人は出来が悪いから、私に言われたことだけ忠実にやってちょうだいね。皆さん、冬休み前の大掃除の日ですけど、大掃除は皆さんのような人でもできることなので全部勝手にやってください。私はその日ショッピングの予定があるから欠席するわね。ちょっと待ってください。つぐみさんは PTA の会長なのにショッピングだから欠席っておかしくないですか？それに PTA の活動に学歴は関係ないと思いますけど。するとつぐみさんは真っ赤になって怒り始めました。はあ？私に口答えする気？低学歴のくせに。私は忙しいの。それに私は会長よ。私の命令は絶対よ。つべこべ言うな。そう怒鳴り散らした挙句、勝手に学歴が高い順に大掃除の際の重要な仕事を PTA のママさんたちに振り分けた表を配布。これに従ってもらうの一点張りでしたよ。みんなの要望や意見なんて一切聞こうとしないの。ママさんたちはつぐみさんに何を言っても話を聞こうとしないから無駄無駄ってな感じに、諦めた表情を浮かべてはいと返事するだけでした。ちなみに会議が終わった後、つぐみさん以外の皆さんと一緒に帰ったんですが、つぐみさんのこと嫌いそうなのに、なんで PTA を辞めないんですかと聞いたところ、私たちが辞めたら迷惑を被るのは先生方や生徒さんたちだから、辞めるわけにはいかないと皆さんがおっしゃっていました。確かにみんな辞めてつぐみさん一人だけになってしまったら全然機能しなくなってしまうわ。さらにつぐみさんは行事が成功すると校長先生や他の先生に全部自分の手柄だみたいな顔をしているとのこと。でそれからも何度か PTA の集まりがあったんですが、つぐみはいつも身勝手に仕切りたいだけ仕切って、面倒な仕事は全部私たちに丸投げ状態だったの。しかも顔を合わせるたびにつぐみさんは、ああ、なんで低学歴しか PTA にいないのかしら、高学歴の私と同じレベルのママさんはいないわけ？他の PTA 会員を見下してきました。さらにつぐみさんがいないとき、とある事情から私が PTA 会長の代わりを務めることが多くなりました。つぐみさんに割り振られた仕事をしながら会長代理をするのはもう大変で、 PTA の活動の際、私は毎回てんてこまいだったの。そうして約半年が過ぎ、3月のとある日、PTA の役員会が開かれました。役員を決める保護者会が間もなく開かれるので、その保護者会がスムーズに進行するよう、ある程度誰がどの役職に就くか仮で決めておこうという会です。役員はつぐみさんが選んだ大卒の人だけで、私は役員ではなかったんですが、ある人から参加するように言われてその場にいたのよ。役員会は2年生の教室で開かれました。来年度も引き続き、パニミとひなたくんは同じクラスでこの教室で勉強することになっています。皆さん、これを見て。つぐみさんが
教室の後ろに飾ってある日向くんが作った模型を指さし、大きな声で言いました。これうちの日向が作ったんですの。あまりにも素晴らしいからって担任の先生が2年生になっても引き続き飾りたいと言ってきたのよ。さすが日向、あなたたちみたいな低学歴な人が産んだ低レベルな子供はこうは育たないでしょ。は？その時です。あれ、パニカーはどうしたの？なんと教室にパニカーが入ってきたの。お父さんに頼まれてこれを作って届けに来たんだよ。ほら、そうしてパニカーは私に資料の束を渡してきたんですが、それにしても校長先生来るのが遅いわね。校長先生が来ないと PTA 役員を決める会議が始められないのに。ま、どうせ次の会長も私が立候補で決定ってことになるけど。しかしこの学校の保護者は低学歴しかいないの？まあいっか、学歴が誰よりも高い私が皆さんをこき使ってあげるわ。つぐみはみんなを前にしてそんなことを言いながらマウントを取っていてね。やだやだ、つぐみさんってば何にも分かってないんだから。いしし、さあこれからも PTA 会長頑張るわよ。手始めにまずは入学式の出席とサポートね。入学式でやるPTA 会長の挨拶、今から考えておかなくちゃ。つぐみさん。うん？なーに？入学式の役割分担、あなたは雑用係だけど。え？そう言って、私はさっきパニカーから受け取った資料をつぐみさんに見せたんです。すると。え？なんで？この資料、会長が…になってる。こんなのデタラメに決まって。デタラメじゃないですよ。そこで教室に父が入ってきました。校長先生。そう、うちの父はねこの学校の校長なんです。その資料の役割分担はとりあえず作ったものですけど、皆さんに相談して了承を得られればそちらで決定ということにいたします。つぐみさんが PTA 会長になることは二度とありません。もし PTA にいたいのであればあなたは雑用係です。ちょっと待ってください。今まで私は PTA 会長として会員の皆さんを取り仕切り、リーダーとしての役割を果たして。パニコから聞きましたよ。つぐみさん、仕切るだけ仕切って PTA 会員の皆さんの話は一切聞かないし、面倒なことは全部他の皆さんに丸投げしていたそうですね。そんな人は会長にふさわしくありません。パニコさんからって。つぐみさん、私が校長の娘だってこと知らなかったんですね。無理もないか。結婚して私の名字は父と違うし、この人みんなから嫌われているから、他のママさんから私が校長の娘だと聞くこともなかったでしょうし。ちなみにつぐみさんは2年ほど前にお母様とひなたくんと一緒に引っ越してきたそう。パニコさんが校長の娘？娘さんだから会長に選んだって言うんですか？こんなのひいきですよ、ひいき。いや、現会長のあなた以外の他の会員の皆さんにも事前に投票してもらってますよ。次の会長の候補、そこで全員パニコがふさわしいとおっしゃられてました。はあ、私は誰よりも高学歴なんですよ。 PTA 会長にふさわしいのは私しか。学歴なんて関係ありません。 PTA 会長としての仕事を責任を持ってきちんと一生懸命やってくださる方がふさわしいんです。そんな。あ、思い出した。そこでパニカーが突然ハッとして言ったんです。どこかで見たことがあると思ったら、つぐみさんって私が勤めている会社が最近取引した工場のバイトさんじゃないか。しかも工場長から毎日怒られているあのつぐみさんだよね。あらあら、つぐみさん、大きな企業で働いてるんじゃ？名刺、まさか偽造したんですか？いや、それは、私もお父さんと一緒にパニコからつぐみさんの話は聞いていたけど、名刺まで偽造して大企業で勤めてるって嘘ついて、もしかして高学歴ってのも…ああ、うわ、ええ
嘘よ、全部嘘よ、何が悪いのよ。突然つぐみさんが大暴走。誰も聞いていないのに一人で暴露大会を始めちゃいましたよ。うちの母に浪費するなって怒られて以来ブランド物を買えなくなったから、こうするしかなかったのよ。今のところに引っ越してくる前は全身ブランド物でコーデして、他のママさんに私はすごいんだって見せつけられていたのに、夫には散財を咎められて愛想つかされるし、前のところでは中卒なのバレちゃうし、こうするしかなかったんだもん。化けの皮が剥がれちゃったつぐみさんはそこで大泣きしながらどこかに走り去っていなくなっちゃいました。どうやらバイトも辞めちゃったみたいでね。結局散財した借金を返すために家を出て住み込みで働くことになったんだって。借金返済まではほど遠く、帰ってくることはなさそうとのことよ。それでね、ひなたくんの希望でひなたくんはつぐみさんのお母様と養子縁組をし、おばあちゃんと親子になったんだとか。ひなたくんにとってもその方が絶対良かっただろうし、安心したわ。さて一方の私はというと、 PTA 会長となり少し忙しいこともあるけど、つぐみさんがいた頃とは比べ物にならないくらい PTA の雰囲気が良くなりました。一件落着です。この間の日曜日、ひなたくんがおばあちゃんと一緒にうちを訪ねてきて、パニミちゃん、これプリンプレゼントだよ。あ、ありがとう。僕の方こそありがとう。パニミちゃんがいつもいろんなことを教えてくれるおかげで勉強がすごく楽しいよ。たくさん勉強して大人になって、そしたらプロポーズするからね。そうね、素敵な大人になりましょうね。ひなたくん、これからもパニミと仲良くしてね。いしし。ご視聴ありがとうございます。次はどんな変わったパニピさんが出てくるんでしょうか。お楽しみください。